スタジオの方にはですね、4代目の浜松オートレースヴィーナスアリサちゃんをお迎えしております。こんにちは、アリサです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。いやいやいやね、どうしたんですかっていうか、まあトゥーランさんのね、はい、制服に身を包んで、今日はいいですね。イフォメーションのお姉さんと同じ格好で。でイフォメーションにいたんですか。イフォメーションちょっとだけ座らせていただきました。座ったやっぱりなんか座ってるかなと思ったんですよ。はい、はい、ちょっとだけ。結構あのお客様からはそれを声かけられました、はい、この服。あ、そうですね、うん、はい、衣装がまた変わりますよっていうお知らせだけしていたので、あ、新しい衣装は今日はこれなんだねっていう風に、うん、お声をいただきまして、はい、なんかまたイメージが、ね、変わりますよね。いや、はい、あのね、全く違うの、うん、そうですね、イメージが、うん、今まで のヴィーナスのコスチュームと、はい、それから先週があれでしょ、奥に戦国衣装、ね、戦国衣装、はい、で今日このまた、まあ、2人ともいいですねこれね、はい、先ほどのチャイムで出馬投票締め切り5分前です。お早めによろしくお願いします。よろしくお願いします。今のは企画ですか。私何にも知らなくて今びっくりしたんですけど突然の企画で、はい、突然の企画だったんですか。失礼さ、いつまで喋ってんだろうなと思いながら待っていたんですけども、はい、大変失礼いたしました、はい、次3分前行う予定なので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そうだったんですか。全然知りませんでした、はい、申し訳ございません皆様。はい、何でしたっけ、そうだからお二人こんな制服を着たことはあります。私はないですね。ない、はい、初めて、はい、どんな気分です。いや結構ここのインフォメーションのお姉さんの私服可愛いなってずっと思ってたんですよ、うんうんうん、だからちょっと羨ましいなって思ってたんですけど、うん、まさか着れることになるとは思ってなかったのですごく嬉しいです、うん、いや見た目僕らから見て、まあ、ちょっとお客様の反応も多分同じような感じだと思うんですけど、はい、すごく似合ってるんで、ありがとうございます、はい、いやその本当にこの別にお世辞でも何でもないです。いや本当に似合いですよね。なんか前回の衣装がその戦国の衣装がやっぱり着物ベースだったので、はい、ちょっと暑そうに見えたんですけれども、うん、今日のは涼しげでいいねっていうお声を、あ、なるほどね、はい、いただきました。そうなると、まあ、森上さんも今ねまた多分映るんでしょうけど、はい、お二人いい感じですよね。いいペアですね。じゃ今日はこのペアで町内のイベントをね、うん、盛り上げていこうかなと思っておりますの で、皆様お集まりください。8レース発売中、はい、ですよね、はいはい、お近くの方、たくさんお集まりいただきたいと思います。ぜひともですね、ちょっと普段見られないような感じですね。そうですね、はい、ご覧いただきたいと思います、はい、このチャイムで電話投票締め切り3分前です。お早めにお願いします。 いやいつもと違うわ。似合ってますよね。うん、そう、ね、なんかここに座ってると、うん、なんかすごいいい感じですよ ね、 いい感じですよね。この格好でこれからこれ座ってる子でいこうかな、はい、うん、はい、さあではこの格好で、あ、出た、どうぞ、はい、アリサのこんな予想もアリサ。さあではどんな予想か、はい、どうぞ。はい、今日は2番、4番、5番の、2着、3着折り返しです。はい、中村智和選手1着で、あと田中選手と岩永選手の折り返し2着、3着ですね。はい、そうです。はい、これは理由は何ですか。やっぱり1着はちょっと私の中での鉄板の中村選手を押したいなっていうのと、はい、で、2着の田中選手、はい、は今までの思想タイム、あ、競争タイムとか思想タイムとか出走表を見てる感じだとちょっと速そうだなと思ったので、本格的なんですこれ、はい、であとこのハンデもそんなにたくさんついてないんで、はい、こう早くいけるんじゃないかなっていうのと、はいはいはい、5番の岩永選手はですね、前回予想した時に岩永選手をこう入れるか迷って入れなかったら、うん、はい、入ってきたんですよ、ね、はい、だから今回はちょっと入れてみようかなと思って、はい、押してみました。ちなみにさっきハッピーバースデーで出てたんですけど、あれは中村智和選手、はい、そうです、中村選手今日お誕生日って聞いたので、そうですよね、はい、24歳です、ね、おめでとうございます。おめでとうございます、はい、ということでその中村選手がじゃあバースデーウィンもということで、はい、はい、自らお誕生日祝いと思いまして、はい、そうですね、ったら何かお誕生日祝いを、はい、じゃあお誕生日祝いに何かします、はい、ということで皆様ご期待いただきたいなと思います、はい、あと1分ぐらいですね、締め切りまでお早めのご投票お願いしたいと思います。
まあ、ということでちょっとありありの予想もね、はい、いい線はついてる感じが来てるんで。本当ですか、ね、まあ、今節もそうですけど、これでも、まあ、今節もいい線じゃなくて、はい、当てようという感じですよね。もう当てて、そろそろね、当たりたい。よくわかる。そう、前回祭の最終日からね、はい、ありありはもうちょっと次は当てに行きますと。そうなんですね。当てに行きますと。していました、はい、当てたい、そろそろね。やっぱ当てないとね、いい線ではやっぱりね、当てないなんぼのもんですよ、うんうんうん、でもね、お客様がね、当てるのは難しいよと言ってましたね。そうなんですよ。私もこの予想を重ねれば重ねるほど難しくなってきて、うん、それはハマっていってるんですね。はい、そうですね、うん、まあ大体そういうもんですから、はいはい、ということで、間もなく4レース投票締め切りとなります。現在ご覧のようなお伝えしております。はい、4レース投票締め切りとなりました。ご投票ありがとうございました。ありがとうございました。ではですね、ありありからメッセージをお願いいたします。はい、今日も気温暑くなってきてますが、浜松オートも暑くなってきてます。今日もイベント盛りだくさんですので、皆さん一緒に盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。2人、はい、お二人で8レース登場でございますので、はい、ぜひ皆様、はい、お集まりください。お集まりいただきたいと思います。ではおつです。